株式会社信用者とは主に鉄道駅に設置されている電気掲示式及び発車表の設計、製造、設置工事を行う企業である日本伝説工業の関連企業。表示素子としては字幕式、反転式、LED 式と変遷してきた。LED 式は従来より赤、黄緑、大の三色 LED 方式であったが2002年の 京王線新宿駅でマルチカラー LED を初採用。2004年の JR 新宿駅の南口でフルカラー LED を初採用している。また、東急渋谷駅に見られるような液晶式の製品も手掛けている。外形デザインや表示コンテンツ等は鉄道会社ごとに異なり柔軟に多用している。アトスタイプのようなシステム全体は受け負わず表示機単体にて導入する。 場合もある同社の製品は東日本地区において大きなシェアを持つ日本国有鉄道の東日本地区に設置された電気掲示器の大半が同社のものである。様式、書体、ピクトグラフ、大きさ、蛍光灯の配列などが規定された鉄道掲示基準規定にのっとって製造された。分割民営化後は JR によって 同社の新しい電気ケージキーへと交換されているが、一部の駅ではまだ見ることができる。ありがとうございます。